皆さん、こんにちは、えー。分析工房の服部です。えー、今日はですね、UBI リサーチニュースとして、えー、UBI リサーチの浦部様から、オ、えーレット・常、えー、着マスクの高精細化、特に、まあ、マイクロディスプレイのについてですね、のマスクの動向ということで、解説をお願いしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いします。 えー、まずあの、蒸着のマスクなんですけれども、えー、FMM っていうファインメタルマスクという、えー、名前ですけれども、これはあの、蒸、えー、着する基板の上に密着させて、そして、えー、その穴の開いたところに、えー、材料が蒸着されるというふうなものです。えー、例えばあの赤の材料ですね、えー、マスクをこういうふうに えー、設定して、蒸着すると穴の開いたところだけに赤の材料が蒸着されると。それから少しずらして、です、ね、今度は緑の材料を飛ばすと、えー、緑になって、えー、それからブルーを、えー、またずらしてつけると。まあ、こういうふうにして、あのー、RGB の有機、えー、材料を蒸着で塗り分けるというふうなやり方なんですね。 で、その時のこの FMM というものなんですけれども、えー、これはあの、鉄道日系の合金のインバーっていうもの、これをですね、あのウェットエッチングで穴を開けるというふうなやり方で作っています。えー、右側にあの、断面の、えー、を示してますけれども、えー、だいたい厚さが20ミクロンから30ミクロンぐらいの 厚さのインバーのプレートにですね、えー、両側から、えー、ウェットエッチングします、えー。そうすると、ちょうどここの部分がですね、えー、開口部になって、定、えー、着ができるようになるということなんですね、えー。そしてこの短冊状のですね、インバーのプレート、えー、これは、あの例えばあの、第二本印刷みたいなところがあのこの大手なんですけれども、 えー、昔あの,あの、テレビのですね、カラーテレビのシャドーマスクなんかをやってた、えー、その技術がですね、えー、この FMM の技術に非常に有効、えー、活用されているというものです。で、あのこの、えー、短冊状のマスクをですね、えー、このフレームに、えー、きちんと位置合わせをした上で溶接すると。 いう風うにして FMM が出来上がります。この溶接するのは、例えばあのサムソンなんか自分で自社の中でこの溶接してるんですね。えー、それで、あの、まあ、こういうものを使って、えー、作ってる商品の代表的なものが、あの、スマートフォンの用の,の UKL パネルですね。えー、例えばあの iPhone12 ですと、えー、この精細度がですね、460ppi、あの、 EPR っていうのはピクセルパーインチで、1インチあたり画素が460あると。まあ、そういうふうな精細度なんですけれども、えー、これはかなり高い精細度です。それで、あのー、RGB の画素配列って言うんですね、まあ、普通はあのこの RGB ストライプっていうあの縦に塗り分けるというものなんですけども、えー、この RGB の、あのー、色配列ですとですね、えー 画素ピッチを細かくしたときに、この開口部が非常に密になってしまうということで、あの、構成、構成再化が難しくなりますんでえ、例えばサンソンはですね、このダイヤモンドペンタイルっていう、えー、ものあの配列を使っています、えー。こういうふうにしますと、同じ画素ピッチでもですね、えー、このサブピクセルの間隔が,が非常にゆとりを持って作ることができると。 で、あの、こういうマスクにしてもですね、460ppi というぐらいの解像度なんですね。それで、あの、今、ちょっとあの注目されている、あの、今後の商品として、スマートグラスっていうのがあります。あの、アップルなんか非常にあの、えー、これ、スマートグラスの商品開発をしてるっていうふうに言われていますけれども、えー、それであの、 ネット上にいろんなものが出てます。これも、あの、ネット上に出てる一つの想像図なんですけども、えー、こんな風になるんじゃないかという風な想像図。まあ実際どういうものになるかわかりませんけれども、えー、こういうものにつけるディスプレイはですね、ものすごく高精細じゃないといけないんですね。えー、で、それに使われる、えー、使えるディスプレイとして、えー、有力な候補の一つが、 あの、マイクロオーレッドってわゆる、いわゆるあの、シリコンの上にオーレッドつけたものです。これは実際にあの、すでにあの、商品になってまして、えー、2000から 4000ppi と非常に高い精細度が出せるようになっています、えー。そしてこれはですね、今どういうものに使われているかというと、例えばあの、デジタルカメラのビューファインダーとかですね、それからあの、ヘッドマウントディスプレイのためのディスプレイとか、 こういうところに使われているんですけれども、この商品をすぐにですね、このスマートグラスに使おうと思うとですね、軌道が全く足りないんですね。このスマートグラスっていうのは、外のものすごく明るい景色の中に、こういう表示ができないといけないですから、ものすごく高い軌道が要求されるわけです。で、実際にこの今商品になっているマイクロウォレットっていうのは、どういうふうになる なっているかというとうですね発酵はのホワイトで発酵して、えー、そしてあの RGB はです、ね、カラーフィルターを上に重ねて、えーえー、色を出しているわけですね。でこうしますとですねこの白い発光体はあのベタで塗り分けする必要がないので。で あの、制裁、制裁度はこの、えー、カラーフィルターの方で、えー、細かくすることができるわけですね。カラーフィルターはあの、あリソグラフィーでかなりのところまで細かくできますから、えー、高精細化には全く問題がないということで、えー、実際今マイクロオーレットにはこういう構造が使われています。ところが、この方式のお一つの大きな問題はですね、白で発光しておいて、 そしてカラーフィルターで、えー、色を出しますから発光した光の例えば3分の2以上の光がですね、えー、ロスするわけですね。ここで吸収されて。ですからこの構造は高輝度化にはちょっとあのフリーな構造なわけです。えー、そこでですね発光した光をダイレクトに外に、えー、取り出すというためにはですねやはりあの、えー RGB で塗り分けるということが必要になりますけれども、先ほど言いましたように、あの、FMM だと大体460とかですね、そのくらいまでがかなりの限界になっているということで、このイマジンっていう会社、これはアメリカの会社なんですけれども、そこが開発した新しいマスクの形態というのが、いわゆるシリコンナイトライドで作ったマスクです。 これはどういうふうにして作るかというと、あのシリコンのウェーハーにですね、前面にシリコンナイトライドをデポジションして、そしてこの前面のですね、シリコンナイトライド層を半導体プロセスで細かく開口部を開けるわけですね。そして開口部を開けた後に、この後ろのシリコンを全部エッチングで取ってやると。そうすると非常に薄いシリコンナイトライドの 膜の、えー、に、えー、細かい開口部のマスクができるわけです。で、実際に、えー、このマスクを使って、イマジンはパネルも試作しています。えー、これはあの、去年の5月に出したものですけれども、えー、2645ppi ということで、それで7500カンデルパースクエアメーターという非常に明るいものを出しています。イマジンはさらにですね、 この軌道を上げていこうということを今やっているわけです。一方ですね、えー、APS っていう、これはあの、韓国のあの、上茶機のメーカーなんですけれども、えー、そこが大体あの、5年前ぐらいから、レーザーでですね、えー、マスクを加工するという技術を開発をしています。これはですね、 マスクの、メタルマス,クマスクにですね、えー、非常にあの、パルス幅の狭いフェムトビオのパルスレーザーでエッチングすると、加工するという技術です。えー、この超、あの、フェムトビオのパルスを、非常に短いパルスを使うというのは、あの、 レーザーの光によってですね、あのこのマスクの材料が熱を持ってしまうと、えー、膨張しますから、精度が出ないわけですね。ですので、えー、熱発熱しないように、えー、非常に短いパルスで、えー、この金、メタルを気化させてしまうというふうな技術ですね。それでし、さらにですね、これはあの、死骸の をレーザーにしますと非常に加工精度が良くなると。これを見ていただくとおりですね。で、このレーザーで加工した FMM がの良い,い点っていうのは、先ほどのウェットエッチングでやったものっていうのは両面からエッチングしますから、どうしても、あの、この、えー、上着する基板から開口部が少し離れるわけですね。ですから、ここで、あの、シャドウ効果で、 え、じかぼけてしまうというふうなことがありますけれども、このレーザーで加工しますと、片面だけに正確にテーパーをつけることができるので、このシャドウコブが出ないという、非常にいい、えー、特徴があります。で、あの、つい最近ですけれども、あの、8月に、えー、あったあの国際学会でですね、この APS は 3000ppi をできたと、ができたと。 いう発表をしました。この 3000ppi のマスクを作るためにですね、あの、やった技術は、大体いい20ミクロンぐらいの厚さのインバーをあらかじめある程度薄くしておくわけですね。えー、この、そして、この有効開口部をさらに薄くすると、えー、この薄くするところもレーザーでやります。そして、この開口部を開けるところもーレーザーでやるんですけれども、えー、これによってですね、 非常に薄い部分にピッチが非常に細かいマスクができたということなんですね。で、えー、このマスクの利点はですね、先ほどのテーパーが片側でシャドウ効果がないということを言いましたけれども、さらにですね、これメタルですから、あのえー、マグネットで基板にきちんと密着することができるんですね。えー、これはの先ほどのシリコンナイトライドの マスクに対してですね、非常にメリットが大きいものです。で、実はまだあの、このマスクを使っての試作パネルっていうのはまだあ発表されてませんけれども、今後ですね、えー、どういうふうにこの技術が進化するかというのが非常に興味深いところだというふうに思っています。そういうのが今、あ現状です。 はい、あ、浦部さん、どうもご解説ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、皆さん、失礼いたします。はい、失礼します。